せっかくお申し込みいただいたんだけれども、予約の時間を忘れてしまったとか、予約がいつだったろうかっていう問い合わせを再度、何件かいただいているような状態で。今月19日から75歳以上の高齢者向けの新型コロナウイルスのワクチン接種予約が始まった札幌。今ですね、予約かなり混んでまして、一番早くて6月26日ですが、よろしいですか？予約の電話が殺到。こちらの病院では今日までにおよそ1000件の予約を受け付け、すでに7月上旬まで埋まっていて、接種枠を増やして対応しています。来週から始まる接種を前に心配なことが。ここにね、書いておきますね、ここに6月の25日の金曜日、時間7時から11時半の間ですね、この診察券、保険証、あとこの封筒だから、クーポンと問診票ね。スタッフが封筒に書いていたのは予約日と当日の持ち物。LINE して予約した人には書いて渡すことができますが、電話で予約した人は忘れてしまわないか懸念があるというのです。予約したことすら忘れてる人いますから で、当日は全然違う曜日間違えてくる人とか、あとクーポンないんだけどとかね、クーポンないと絶対打てませんから、再発行しなきゃいけないと。